かけろ、かけ。影、さあ。いざ勝負。おい、うどん食っちゃう。Harta! Harvard Bison! Bagara.昔頭が2つある鹿を見たって言ってたよな。あれは2羽の鹿が並んで立ってるだけだった。信じてくれよ。いや、たとえ対馬が猛虎に乗っ取られたとしても仏を拝んでもいいそうだ。あなたもご加勢なさるのですか。何のことだ。猛虎に抗うため朝物氷に人が集まっているそうです。さような勇ましい民がおるとは心強い。だが少し気がかりだ。様子を見てこよう。菅笠衆が戦わずに筒まで逃げたって噂は本当なのかね。少し足立家の親方政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族誰かおりませぬか。政子殿、堺です。殺せ。政子殿はどこだ。答えるか。猛虎ではないが野党でもない。正体を調べるか。何者かが押し入ったか。薙刀、足立家の女のものだな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。手がかりはない。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。ひずめの後、逃げた者がいたのか。追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。幽閉に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のムクロ、これは足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は堺家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。なぜここへ。叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは敵を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢、私だけが生き延びた。さながら菰田の戦、私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた、一族の眠る場所で。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と、私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず、北の地で。なれど今は足立の墓に。これから黄金寺へ向かう。走れ。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。刺客に見覚えはない。よその百姓だろう。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙ったもの。お主一人で行ってくれ。宗玄という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか？やもめの頼みは聞け。宗玄と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では。私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。宗玄という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。侍様だったのか。見た目はそうだ。それだけじゃわからないだろう。侍の鎧を。これもいつかは終わる。宗玄か。さようで。酒井と申す。お侍。何用で。政子殿から言づてだ。足立家の親方が襲われて、他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしよ。戦自宅をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ。政子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。甲冑師を探すか。戦が終わってほしい。酒井様、無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のようなもののことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。皆に礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあれば、あなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。行山様のお話聞いたことあるか。あの盲目の奉仕からいつも新しいお話。酒井様、我が家を追い出された挙句の果てに猛虎に住み着かれてしまいました。これまでいくつもの家が奪われ焼かれてきたのを見た。この近くにある家も襲われました。家の主はこの地を離れようとはせず、助けを求め続けています。そやつを探してみる。お言いつけ通り、街道を避けてここまで参りました。お主も無事でよかった。息子も怪我はないな。父よりも立派な子です。あなた様に助けていただいたこと忘れません。達者で暮らせ。さらばだ。木のまま逃げてきた連中ですが、あなた様の助けになりたいと言ってます。ほらな、言ったろ。対馬に攻めてくる前、猛虎はうちわも。あの鳥をご存知ですか。どのような鳥のことだ。金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを、何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければ、あの鳥を追ってどこにいざなってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。神は至るところにおわします。そして我らを見て、声を聞いている。鎧はお体に合ってます。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。誠に素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあれば、いつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。何を直しましょうか。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。助かった。陰ながらご分をお祈りしています。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に宗玄がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに上あがたから突然やってきたのだ。もうこの噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主ぬけぬけと。そうげんめ、急いでおれ。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。ルミンどもめ、手間を取らせよって。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ見られぬように。隠れて。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。隠れましょう。近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の敵。坊主は生かせ、他は殺す。俺はここだ。お前を殺せば名を残せ。我が一族の敵。敵ってやる。草原、もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。政子殿、私は家族を埋めたのだ。一人一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は地獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらびさえもか。やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。飯が尽きている。長くいたのだな。子供を殺した褒美か。これきりの金のために。うん。名前と家紋だ。政子殿に聞くか。何か見つかったか？何者かの名と家紋だ。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかるのちご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。かけろ、かけ。ここがうちに来て。慌てるな。何があった？家に押し入られて、女房と息子がまだいるんです。家族を置いてきたのか？武士に見えますか？よし、助けてこよう。チャンピオンは誰だ？まるで気配がない。外も見るか。干し物が濡れておる。隙をつかれたな。血まみれだ。誰か殺されたな。ムクロは引きずられ川に捨てられたか。子供のもの。妻子ともに死んだようだ。伝えてやらねば。お侍、どうでした？どちらも死んでおった。無念だ。助けるとおっしゃった。俺も死ぬべきだ。家族を見捨てたんだ。己を責めるな。二人の死を無意にするな。お主も猛虎に抗い、人を救ってやれ。務めます。